あれ見た MC ダービー。さあ今回はですね、さまざまな、テーマに関しまして我々、MC6 人の順番を予想するダービーゲームでございます、うん、例えばテーマが元カノの数だった場合、自分は多い、あいつは少なそうなど、全員で話し合ってこのメンバーの順番を決めてもらいます。見事的中しましたら賞金1万円をゲットでございます。あれ見たマジくれるから、はい、これもうマジです。2回連続成功した場合は3万円、そして3回連続したら6万円。よっしゃ。だ1万やったら1人1500、600円ってことですね。はい。それでもええか。よくないやろ。よくないでしょ。えらい半分切ったけど、そんな困ってないでしょ。でかい。原田君は今非常にピンチなんですね。今あの残高がちょうど0円です。どんな音だよ。ちょうど0。ぴったり0。ありがたいこと。ありがたいこと0。何がやねん。俺は多分 1,2,3 位には入ってるんですよ。パパってなるぐらいはあります、うわあのどうなの。結構多い方な気はしますね。自分は多いと思っていても人と比べるとそうでもない。そんな価値観の違いを乗り越えて無事に正しい順番に並び替えることはできるのか。え、もう分からへん。みんながあのハゲ、ほんまもっと言えや。稲田大パニック。今回は3つのテーマで挑戦。まずは LINE の友達総数。ちなみに一般の大学生平均値は187人。6人の中では誰が多い？ LINE、 皆さん今携帯持ってますよね。だから、はい、LINE の友達のところを見ていただきまして、うん、まずはその人数を書いていただきましょう。見せないように。あれは見せないようにね。これどうなんやろ。確かに確かに自分のしか分かんないですもんね。自分のも、ね、か確認したことないもん。そんなほんまや。こいつ銀行の残高ゼロ円です。じゃあ今友達の人数確認してくれててね、その銀行の残高ほんまにゼロ円。残高ダービーやったらな。すごいな。残高ダービーやったら簡単だな。残高ゼロ円。はい、書きました。はい、さあじゃあまずは、はい、森山君ちょっと一番多そうなんじゃないかな。森山君に並べ替えてもらいましょう、うんうんうん、まず一旦ね。まあまあそうか、はい、全員で決めますが、一番多い人が1位。誰が一番多そう森山予想で。いやゆずるさんかな、まあ確かにね、年齢的にというのもあるけど。ベージュじゃないですか。誰がベージュ。ベージュ88でこの仕上がりやったらもうちょっと売れてるって話題になってるよ。一旦ほな俺1位にしとこうか。一旦ね。え、どれが多いかによるな。じゃあ俺2番いきます。で2番、森山2番です。で3番がリリーかな。リリーさんか。1河合さん、2リリー、あ、2森山、3リリー、4金ちゃん、5番原田、6番稲田さんです。なんか恥ずかしいな。なるほど。いやでもいやちょっと僕もっとこっちなかもしれないです。原田多いかもしれないですね。なんかこいつ酔っ払って飲み屋とかね。僕はそうそう、おっちゃん隣おっちゃんとかいろんな飲み屋中の人に連絡先交換したりする。ちょっと金ちゃんと原田交代で。オッケーです。僕も原田の方が多いんちゃうかな。やたらに交換しそうやもん、はい、僕はかなり誰でも交換しますね。うわ俺どんなもんなんやろ。俺これ自分の書いた数字が多いのかどうかも分からん。確かに俺も分からん。こんなにおるんやって思いました正直。お俺は思った。あ、こんなおるんやと思った。俺も思った、うん、おじゃあみんな多いぞ。ああ思ったっちゃ思ったな。何人からが多いのか分からへん。リリーさんってそんな交換してますか。これ希代のお姉ちゃん狂いなんで。一回自分の LINE の QR コードを普通に梅田のヘップマに貼ってなかった。あるか。まあ誰でもいいよって。いやでもこれは言わして、あのいちいち LINE でやり取りせんから、もう DM とかでやり取りするから。リリー、はい、今俺の前で DM の話はするな。すいません、すいません、いや俺森山どんなもんね。森山ってどうなんマジで。その多いんかな。なんか後継のさ病院とか結構行ってさ友達で行ってても1か2やろ。全病院やろ。全病院後継だけが集まるかい。全病院 LINE グループ作って患者1 ほんでズル向けやし。ええわ、もう言ったもん勝ちすぎんねんテレビで。俺向けてんのに。
いやここに原田が怪しいっすね。え、俺変わった方がいい？いや僕原田そんな多いんや。うわー、どうだろう、結構多い方な気はしますね。じゃあ変わろう。変わった方がいい。え、そんな自信あんの？え、マジで？いや、そんな、そこまでの、そこまでの自信ではないですけど、ここかなっていうだけですね。下半分やもんな。じゃあ俺もちょっと自信ねえし。うわ、どうなんやろ、でも案外普通なんかな。え、でもリアルに稲田さんはどうなんですか？番号交換したでしょ、社長とか。昔、わら若い頃にかっこええ若い頃たけしさん、たけしさんおるぞ、ね、やんちゃやな。飯食えねえ時に行ったぐらい、横の増えてはない、多くないと思う。あとなんか、あの買ったことないけどカルティエとか、あの友達登録してる。そんなの、え、公式のハイブランド の、うん、あの LINE のやつをお前登録してんの？登録して、どんなんがあんねやろって、なんか知っときたいなって。あとルブタンとか。早っ、言葉言葉早っ。ルブタンとか。え、今年入ってから何人ぐらい交換したぐらいは大丈夫？え、それって今言わんとけんの？いや、そりゃそうや。何やねん、何やねん、喧嘩売ってるやん。それって今言わんとけん。なんで急にそんな噛みついてくるの？え、一回なりました。え、ワンチームちゃうの？一回なりました。ちょっとイラッとしてもらって。ロケしてたらさ、急にそういうことしてくるよ。ドキッとすんねん。すいません、すいません。ちょっとイラッとしてもらって。ごめんごめん。何でイラッとしてるの？なんでちょっとイラッとすんの？気をつけます。うん、思い切って1位行ってみましょうかね。あ、ゆずに声を。いや、1位はないか、俺。いや、いやでも自信あるな、行ったほうがいいじゃん。いや、春田とかの方があるわ。いや、でも普通かもしれへんな。いや、いやもうここ5分、10分ずっと一緒のことしてる。ほんまや。いや、行ってみるよ、もう。行ってみましょう。LINE の友達総数、6人の予想はご覧の通り。まずは6位と1位から見ていきましょう。増えてはない、多くないと思う。自信なさげだった稲田、その友達の数は、僕の人数はこちら1306。あれはあのハゲのおかしいわ。あのハゲ、あれ夢や。あいつ、あのハゲ、あいつやばいわ。そうやって言われ、あいつやばいわ。冷めるわ。もっと言えよ。あのハゲ、まあ、もっと言えよ。まあまあ、一回行きましょう。1位僕ね、こちら1493人。ああ、じゃあ成功ですね。一応間にはおる。一応間にはおる。いか、金ちゃん行く？人数は、はい、702人です。はい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 、はい、もう失敗やね。まあまあ一旦失敗やけど、一旦あの外れハゲ一回なしにして、ハゲなかったらいい感じさ、ハゲなしにして、はい、1020。あ、いい感じ。原田は702、1020。いい感じ。999。お前ゼロか9やんの。所持金ゼロで LINE 友達9やん。999。気持ちいいやつやな、お前。ほんで森山が1036。うわー、大手たか、惜しい。だからここあってたの最初かな。いや、いけたんすね。惜しい。あいつやばい、あいつほんまやばいわ。言わんと。いやいや、もっと言えや。違う違う、俺が多いわけないって思ってて。いや、1000超えてんのはでもまあその少なくはないって、絶対に。違います、稲田さんは最下位に予想されて、オープンした時にあの数字で、うおーってなんの待ってたやろ。うわあのハゲほんまに、ね、あのハゲメンバー、そんなのしませんで、僕もうハゲがもうゲームブレイカーすぎて。いきなりチャレンジ失敗。残る3万円を目指して2回戦。お題は財布に入っている現金。残高ゼロ円の原田さん。はい、はい、で私はもう貯金を発表するようなもんですから。ああ、そうか。全財産。まあ、それ貯金じゃないですね。あの、全財産です。はい。どうですか、あの、所持金が一番多そうな。あなたが並べ替える、はい、まず。一旦。でも、うわ、ゆずるさん、と。これ、もう私言いますけど、もう、だいぶ、キャッシュレス。確かに。俺はゆずるはそんなないと思う。はい。まあまあ、原田君で。いや、僕でも、まあ、あの、財布に何本入ってるかも、久しぶりに確認しました。はあ、あ、なるほど。僕は、はい、あのカード持ってないんです。お前すごいな。 え、カードなし、はい、残高ゼロ円の、はい、今なんぼか知らんけど所持金のみ、はい、だから僕全てを発表って感じです。
お前そのバックパッカーみたいな生き方してる。自分が最下位かどうかっていうのはまずどう。僕が最下位です。あ、そうなんや。お前そうなん、大丈夫なの。そんな自信持って最下位。いや、その最下位かもしらんけど、はい、心配が勝つ。じゃあ最下位原田。まずはほな僕多分最下位でも。あのハゲだけ気をつけて。 あいつネックやの。カッコつけるゲームブレイカー。いやいや、いや、カッコつけてないんだけどな。なんか LINE ってそうなんかな。今で言うてんの。ええよ。一番持ってそうの誰なん、現金。でも森山さんって結構現金です。でもね、森山さんはね、最近結構電子、まあ持ってるんですけど、はいはいはい、そんなに持ってないと思うんですよ。俺自信あるのは、俺は超現金派。なるほど。確かに。リリーなの、マネークリップやろ。でもただ、加味してほしいのは、最近ちょっと大きい買い物で現金使ったんですよ。で、まあでも1位か2位やと思う。一体リリー1位する、うん、1位か2位やけど、もしかしたらリリーキャッシュレスの言葉の意味分かってないよ。それ分かるな。マジで俺はめっちゃラジオでもキャッシュレス推進派です。なるほど。新紙幣になったのをラジオで俺は怒り散らしてました。まだまだ日本は現金で行くつもりかと。はいはいはい。以上です、はい、現場からは以上、はい、今ボールはあなたたち。マジで。そうだ。でも稲田さんは200万ぐらいあるけど今カッコつけてそうかもしれないから。確かに今がおるから。そう、200万ぐらい本当は持ってるけど一つだけくれると多いのよ。そこを予想せんといけない。カッコつけます。ほんまにどうなん、今自分で現金多い方かなと思う。ほんまに何が多いんや。いや、もうええわ。カッコつけとるな。じゃあ何となくこれ。でも夢は与えれると思います。いや、あの稲田と。じゃあ俺2位か。夢を与えれるってことは1位かも。私、はい、5日前ぐらい、うん、パチスロでまあまあ勝ちました。じゃあ持ってるわ。稲田さん1位、俺2位、森山さんどうする。稲田さん1位でいい。いや1位行こうや。もうだって夢あんねんけど。夢あると思う。じゃあそこは自信持ってね。私3位ね。で、金ちゃんとここはどうかやな。僕は子供にこうこっそり見られたらパパってなるぐらいはあります。あるわ。じゃあ思ってるよりあるかも。じゃあ3位ちゃう。あるかも。いや、だここやと思います、僕は。いやいや、はい、うん、おんの金ちゃんこっち、はい、あただ俺、めっちゃ少ないわけじゃないで、はい、めっちゃ多くはないけど。ただでも、いや、その子供が見てパパってなる金額ではないような気はしてる。いや、僕も これいいこうやと思うんですけどね。稲田さんどっち。分からん、夢ってる。いやいや、ちょ俺 もボケなし、ほんまボケなし。ボケなしで例えば後輩の誰でもいいですけど、バッテリーズとかが現金見たら何て言います、うん、渋いっすね。おお。青田も1位でいいんじゃん。1位やな。これは持ってるわ。渋いは。うわ。いや、ええんじゃん、順位これで、うん、はい。ということで、夢を与えられるという稲田の言葉を信じてご覧の順番に。結果は、じゃあまず、はい、まあ原田からいこう。はい、6位の原田9787円。あ、いやいや、全財産。いやいやいや、で、ここよ、はい、大事なのは1位、はい、いいですか。88804円。もうええわ。だるいわ。もうええわ。マジでだるいわ。マジでだるい。88804円で夢あるなで1位。座る。座ったな。マジで。俺は正直、うん、あ、これ20で俺が10。わかるわ。夢やったんですよ。冷めるわ。あれ森山は。いや、俺もちょっと申し訳ないかも。17万。冷めるわ。カッコつけたやん。勝ちすぎてる。カッコつけたやん。カッコつけるな。勝ちすぎやって。ほんまに。ちなみに何ぼ買ったん。その時は13万買ったんですよ。うわあ、なるほど。金ちゃんは。僕は27,411円。え、嘘やろ。ちょっと待って、パパとか出なかった。俺、嘘。お前はお前でヤバいって。俺は3万なんです。だから年齢で言うと、まあ多分ほんま普通ぐらい。いや、これキモいですよ。これキモいな。お前はキモい。お前1位なのに。だからこれはほんまキモい。じゃ俺はめっちゃ嫌だ。これ嫌だ。言ってて嫌じゃない。嫌じゃないの、言ってて。めちゃくちゃ嫌だ。俺はリリーがだから2,30あんのはもう常やと思ってたんで。おかしいわ。リリーの左に行っとこうっていうのあったんです。ただそこで稲田さんが夢見せれるって言うから。8万。いや、夢って何でやねん。8万やで。え、もう分からへん、みんなが。またも稲田の発言に騙された5人。そして残るは1万円をかけた最終戦。テーマは彼女へのプレゼント最高金額。
まずは交際経験の豊富そうなリリーが全員の順番を予想します。正直俺は多分 1,2,3 位には入ってるんですよ、このメンバーに言ったら。なるほどな、まあ、稲田さんどうですか、ちょっと大会もうちょっと聞くな、聞くな、分かったからカッコつけるからそれも加味してて、どんぐらいですか自信。でもほんま日頃の彼女へのありがとうを考えたら、なんかいくらのもん渡しても返されへんなって感じ。そんなん言わないですよ、つけただけや、ほんまにつけただけ、時間無駄やわ。でもあんまりその自分でもその値段の何かを買うことはないかも。あ、マジで、うん、まあでもゆずる兄が、ゆず兄が多分1位でしょ、それは。僕は多分1位やな、ね、で、ゆう兄だととりあえずここ、はい、で、稲田さんが3位にしよう、3位ぐらい。僕3位ぐらい、とりあえず。え、でも金結婚してんの。結婚してるけど。指輪、いや、指輪は一緒に買ったとしてますね。なるほど、はい、指輪な、はい、え、森山さんどう、自信ある、稲玉に勝つ。俺はないな。ない、あ、そうなん。俺ないけど、俺も勝つ自信。俺だから水準が多分みんなより低いんやと思うわ。あ、ラインも、うん、あの頃には高かった。ライン激高かい、ややこしい。いや、じゃあ変わりましょう。稲田さん、ほんま正直カッコつけたらどっちですか、ほんまに。何低そう、ほんまにリアルに。プレゼントとしてほんまに普通にどう。もっとだから、もう僕の発想ではそれが高いけども、みんなはもっと高いんじゃないのって思ってる。これわかんねえな。せえねえ、この感覚が。本当になるようでならんねんな。あ、俺が絶対高いわって言えるほどのものじゃないと思うんですよね。じゃあそこですかね。そう、確かに金と原田が分からん。僕は正直一番低いと思います。ええ、あ、そうなの。もうみんな意外かもしれないですけど、はい、いや、別に意外じゃないよ。じゃあそこ変わるか。ここ僕絶対、僕も低い気します。僕あいつら平均的な感じな気しますよ。そう、いや、僕こっちだと思います。僕じゃあ変わろう。金がいいんだろうな。一旦これやな、こっから。なんか、いや、でもそうやな、これがなんかここだけ感覚わからんくて、実はめっちゃ高いもんとかの可能性も。稲田さん高い気しますよね。高い気もするな。それバッテリーズがそれあげた、この額を今まで女性にあげたって聞くと、なんて言うと思います。俺もあげたいっすね。どうなんや、夢ある感じっす。若手には感覚や。まあ安くはないよね、絶対に。けど東京行く前の森山が見たらどう？と、大阪時代の森山が、この今の森山がこの額、いや、それはお前もっと出せよ。あ、そっちか。あ、そっち？って俺は正直思います。ただ何怖いのが、後でカッコつけたって言われるのが怖いんで。今、はい、俺もさ、はい、それ一回食らってるか分かるけど、あれめっちゃはずいよ。そんなつもりないのよな。なんか意外とな、なんかここのプレゼントに関しては思い切ったもの、思い切ったものをあげた。僕からしたらね、はい、僕はそんなプレゼントを買うことがそもそもそんなないので。稲田さんが思い切りってまあまあやな。だって言ったらずっとまあまあ。でも8万円男やね。このあの8万はだからこれぐらい別に普通に入ってますよ。うんうん。だからね、俺の別に全財産が8万ではないから。なんかモゴモゴ言うて、はい、じゃあこれでいきます。どうします、これちゃうような気がしますけどね。ゲームブレーカー稲田を3位に配置、この選択は果たして正しいのか。それでは6位から発表。じゃあ銀ちゃん、はい、行きましょう。はい、僕の最高額は4万5千円。時計を奥さんが欲しいって言ったやつをこっそり買いに行ってみたいな。優しい。まあ年齢的には唯一まともな一投目ですね。はいはい、やっと、はい、やっと可能性が出てきた。はい、で、伊豆にですね。はい、僕はこちら。うわすごい、70。おー、すごい。僕も時計です。なんでそんな70万の時計あげてまだ結婚できてないねん。プー、うわ、まだやだ。うわ、せえ、マウントの取れださ。でも今のとこ間だいぶ広いです。ちょうどいいですね、はい、いいぞいいぞ。どこ開ける。ちょ、俺、行っとこうか。あ、まあ、自信ある。まあ、多分大丈夫。多分、このくらいだと2位だぞ。うん、30。おー、はい、すげえ。リリーはちなみにこれはカバン。カバン、うん、これいいんちゃう。いや、いい感じ。これいい感じ。僕じゃあ8万円。よし、はい、よし、来た来た来た。結局だからここよ、迷いに迷った。はい、来ましたよ。どっちから行く。せーので行きます。せーの。いやでも逆に見たいけどな。じゃあ出た時の人どっちの顔とかを。彼女
女へのプレゼント最高金額が多い順に並び替え、残すところあと2人。ゲームブレーカー稲田を乗り越え初クリアなるか、果たして。顔変えずに折れる自信ある？俺はないです。俺もないの。いや、ここ行こう。ああ、うん、ちょっと見たい。うん、森山行こう。うん、30万円よっしゃ。おお、来た、もらった。いい、いい、やった。1万円ゲットだ。これはよっしゃ、来た。1万円ゲット、ようやく。これは来た、ようやくです。だって言ってだって、あと5万。いやいや、言うても5万あるで、幅33万とか。いやいや、それは全然ある。全然いけるよ。よっしゃ、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 ありがとう。すいません、来ました。ありがとうございます。リーチや、リーチ、突破ラインやから。なんて言ったって。お願いします。皆さん、じゃあ発表お願いします。20万円ハゲ。うわ、ハゲ、ハゲ。言うてよ、じゃあ。言ってなくて、後ろいてよ。後ろいてよ。ハゲ、こうやん、ここ。いや、いい、ハゲ。いやいやいや、なちなみに何ですか、20万って。何？ネックレスです。なんでこんなおもろいやろ。ヤミマンのネックレス全部邪魔したな。まず邪魔。こんなん言いたないですけど、あれ見たらやめてほしい。あれ見たことやるだろ。あれ見た？チャンネル登録お願いします。